市民のオーナッシングのオーナッシングの理想とする外国人、排斥者のイメージのオーナッシングは、1850年代に外国人排斥を掲げたアメリカ合衆国の政治的会派による運動の名称であり、政党名あるいは団体名として使われることもある。その訴えたものは移民の政治的抑制と反カトリック教会感情であり、時として標的にした集団に対する暴力沙汰を起こした。 当時、非常に多くのドイツ系やアイルランド系のカトリック教、と移民がアメリカ合衆国に渡っていたので、一般大衆の頭には、これら移民によって国内が石鹸されてしまうという恐怖があった。これら移民は、アメリカ合衆国の共和主義の価値観に敵対し、ローマの教皇によって操られているとみなされることが多かった。 ノーナッシングの活動は1854年から1856年にかけて盛り上がり、移民の入国や機構運動に参加した者たちは、イギリス系の血を引くプロテスタントの男性に限られていた。著名な指導者はおらず、大部分が中流階級だった。当時の政治的問題の外国人排斥主義者は1843年のニューヨーク州で、 アメリカ共和党として政治活動を行うようになった。ネイティブアメリカン党として周辺の州に広がり、アメリカ合衆国生まれの白人に訴えて1844年の選挙では数千票を集めた。しかし歴史家のタイラー・アンバインダーは、 ネイティブアメリカン党が1850年代の選挙でノーナッシングとは別の候補を立てたので同じ会派と見るべきではないと警告している。1850年代前半、多くの反カトリック教会秘密結社が登場し、その中でもオーダー・オブ・ユナイテッド・アメリカンとオーダー・オブ・スター・スパングルド・バナーが重要な存在になった。彼らは1850年代前半のニューヨーク州で、 秘密結社として合流し、急速にアメリカ合衆国北部中に広がり、特に中流の下の階級あるいは熟練労働者が多かったプロテスタントの間に浸透した。部外者が彼らのことをノーナッシングと呼んだので、その名称が定着した。1855年、ノーナッシングはアメリカン島の名称で初めて成人の世界に入った。ノーナッシングの語源は、 党の反秘密的組織の中にあった。党員がその活動について問われた時にノのナッシングと答えることが期待されたからだった。1830年から1860年の間に非常に多くのドイツ系やアイルランド系のカトリック教徒がアメリカ合衆国に移民として渡ったことによって、カトリック教徒とプロテスタントの間の宗教的違いが政治問題となり、 ヨーロッパにおける両教都間の紛争を移すような緊張関係が生まれた。選挙をめぐって暴力沙汰が起こることもあった。カトリック教徒はその聖職者とは政治的に独立であると主張していたが、プロテスタントは教皇ピュース旧世がヨーロッパの1848年革命を鎮圧させたので自由主義、民主主義及び共和制の敵だと主張していた。ある ボストンの牧師は、カトリック教会のことを、先制政治の同盟者、物質的繁栄の反対者、倹約の敵、鉄道、党員集会及び、学校の敵と表現していた。教皇を自ら選出し、教皇に従順なアイルランド人主催によって管理されるカトリック教徒が、次々とアメリカ合衆国に流入することで、教皇はアメリカ合衆国を従属させようとしている。 という強行陰謀説が流れて、その恐怖感が拡大した。1849年、誓いによって結束された秘密結社である、オーダー・オブ・スター・スパングルド・バナーが、ニューヨーク市で、チャールズ・ビー・アレンによって結成された。これが、アメリカン島に、いくつかあった部隊の中核になった。カトリック教徒移民に対しての恐怖があったことは、多くの都市の指導者が、アイルランド系カトリック教徒だった。 民主党には不満だった。活動家たちは秘密の集団を作り、投票を操作して、自分たちに同調する候補者に重み付けした投票を、させていた。党員は、その秘密組織について尋ねられた時に、私は何も知らないと答えるようになっており、そのことで世に、ノーナッシングと呼ばれるようになった。この運動は1855年に、シカゴからボストンまでの主要都市における選挙で勝利し、 マサチューセッツ州議会を制し、同州知事にも当選した。1850年代前半の5年間、移民の数は、その10年前の5倍のレベルに達した。新しく到着する者の,の大半は、アイルランドやドイツからの貧しいカトリック教徒小作能、あるいは労働者であり、大都市のアンアパートに密集した。犯罪と福祉のための費用が急上昇した。例えば、 シンシナティ氏の犯罪率は1846年から1853年の間に3倍となり、殺人の件数は7倍になった。ボストン氏の貧者救済費用は同じ期間に3倍となった。ジェームズ・エム・マクファーソン、バトル・クライ・オブ・フリーダム、P131-1854 年を春、ノーナッシングは、ボストン氏、セーラム氏などニューイングランドの都市を制した。 1854年秋の選挙では、マサチューセッツ衆議会を制し、その最大の勝利となった。フィラデルフィア市長選に出馬したホイック党の候補者、ロバート T ・コンラットは、間もなくノーナッシングのメンバーであることが分かった。コンラットは、犯罪率を下げること、日曜日には酒場を占めること、及びアメリカ生まれのものを役職者に指名することを約束した。コンラットは、 自滑り的勝利をつかんだ。ワシントン DC では、ノーナッシングの候補者ジョン・ティー・タワーズが、現職のジョン・ウォーカー・モーリーを破り、首都における民主党、保育党、自由土地党が、反、ノーナッシング党として団結したものに対抗できることを示した。ニューヨーク州では、4つども、絵の選挙の中で、ノーナッシング候補者は、投票総数の26%を獲得して、 第3位になった。1854年秋の選挙以後、メイン州、インディアナ州、ペンシルベニア州及びカリフォルニア州ではかなりの影響力を及ぼしたとしているが、党の秘密性に加えて党内が混乱していたこと、ハンドレイ制度と禁酒の問題が外国人排斥の問題と複雑に絡み混同されたことのために、これを疑問視する歴史家もいる。ノーナッシングは、 サンフランシスコ市長スティーブンパル・フレーウェブとカリフォルニア州知事ジェニーリー・ジョンソンを当選させた。この時点でも中央組織がなく非公式の運動だった。1854年の選挙の結果はノーナッシングにとって好ましいものだったので公式にはアメリカン党と呼ぶ政党を結成し、当時は解散しかかっていたホイック党の元党員や民主党と緊急運動家のかなりのメンバーを 入党させた。アメリカン党の党員数は、この年の数ヶ月の間に5万人から推計100万人以上にまで、劇的に増加した。この頃政党に対する、中誠心が混乱していたので、同一人がアメリカン党、民主党及び共和党の候補者に投票することもあった。これと時期を同じくして、北部の多くの州では、新しい共和党が、 大きな勢力を持って出現した。アメリカン党の場合は著名な政治家が少なく、指導者もあまり政治経験がなかった。大きな例外は、インディアナ州のスカイラー・コルファクスとマサチューセッツ州のヘンリー・ウィルソンであり、どちらも共和党員になって副大統領に選ばれた。ノーナッシングのある歴史家は次のように結論づけている。 1854年にノーナッシングが成功した主要因は第二政党制の崩壊であり、それは主に保育党の消滅によってもたらされたものだった。保育党は内部の不一致と慢性的な派閥構想によって時間とともに弱ってきており、カンザスネーブラスカ法によってほとんど死にたいになっていた。ハンドレー制度や禁酒及び外国人排斥によって大きくなった。 半島勘定が、党体制の分裂にも影響した。第二政党制の崩壊によって、ノーナッシングにはそれ以前の外国人、排斥組織よりも大きな転向者を入れる余地ができ、昔の外国人排斥集団が失敗した場所での成功を遂げることができた。タイラー・ジー、アン・ビンダー、ネイティビズムスレイブリー、P95,854 年、アメリカン党の党員が、 ワシントン記念塔にピウス旧姓が寄付した花崗岩の塊を盗み破壊したとされている。また記念塔の建設協会を乗っ取り4年間支配した。その間に生じた遅れを取り戻し修復する必要があった。1854年のカリフォルニア州ではサム・ロバーツがサンフランシスコでノーナッシングの支部を作った。この集団は 中国とアイルランドからの移民に反対して結成された。ミラード・フィルモア、アンドリュード・ドネルソンの選挙ポスター1850、ブーンは死の職から全ての移民を締め出した。しかし、州全体を見ると共和党のエイブラハム・リン・カーンがそれ以上の成功を阻止した。オハイオ州は1855年にノーナッシングが勢力を得た唯一の州だった。 オハイオ州での成功は移民、特にドイツ系ルーテル派シントとスコットランドアイルランド系長老派教会員の支持を得たことから来ており、これらの教徒はカトリック教徒に対抗していた。アラバマ州のノーナシシングは元ホイック党員、反体制派民主党員及びその他政治的アウトサイダーの根性であり、鉄道建設を州が助成することに賛成していた。 大荒れの1855年選挙では、アラバマノーナッシングでは、北部の奴隷制度反対論者から、奴隷制度を守れないと民主党が州内有権者を説得することで勝利、できた。ノーナッシングは1854年の北部州選挙では驚くべき勝利を収め、マサチューセッツ州議会を制し、ペンシルベニア州では、投票総数の40%を獲得していた。 新しい移民の大半は北部州に居住していたが、彼らに対する不満と怒りは全国的なものであり、アメリカン党は南部でも元ホイッ員の多くの票を得て、当初は選挙をうまく戦った。ノーナッシングに浮遊なものは少なかったが、ある歴史家が元党員の名簿を詳細に研究した結果によると、その収入、職業、社会的地位は平均的なものだった。 10%未満のものが非熟練労働者であり、アイルランドからの労働者と直接競合する関係にあった。ノーナッシングは納付をほとんど入れなかったが、一方で多くの商人や工場経営者を入会させた。党に投票するのは全てがアメリカ合衆国の生まれとは限らなかった。というのも多くの州レベル選挙では、ドイツやイギリスのプロテスタントのうち4分の1。 以上から得票していたからだった。特にルーテル派、オランダ改革派及び長老派協会にアピールしていた。党の名前は幅広いが短期間の人気を得た。外国人排斥主義は新しいアメリカの流行となり、ノーナッシングキャンディ、ノーナッシングティー、ノーナッシング爪楊枝まで現れた。駅馬車にはザノーナッシングというあだ名がついた。メイン中。 トレスコットの選手は新しい700トン貨物船にノーナッシングと命名した。ノーナッシングは時として同時代人から多少軽蔑的に短縮したケーニズムと呼ばれることがあった。地方の活動家はカトリック教徒が投票所を非市民で溢れさせることを恐れ彼らを脅して止めようとした。この緊張関係は1855年8月6日のケンタッキー州。 ルイビルで頂点に達した。ケンタッキー州知事を目指す激しい選挙戦の中で22名が殺され多くが負傷した。このルイビル暴動は1855年にノーナッシング活動家とカトリック教徒の間に起こった唯一で最も甚だしい暴動となった。ボルティモア市では百五十六年、百五十七年、及び百五十八年の市長選挙がすべて、 暴力行為と投票捜査に関する根拠ある告発で台無しになった。メイン州では、1851年に海岸町、エルスワースで起こったカトリック教会聖職者、ジョン・バプストの隣地及び1854年にバスで起こったカトリック教会焼き討ちにノーナッシングが関わっていた。南部にはほとんどカトリック教徒がおらず、元ホイック党員で構成されたアメリカン党は、 支配力の強い民主党との対抗手段を求めていた。南部のノーナッシング、すなわち元保育党員は民主党の奴隷制度擁護極論派と北部での反奴隷制度共和党の出現の双方を心配していた。南部のアメリカン党は外して元の連邦主義保育党の間で強かった。集権保育党がそれを避けており、そのことで民主党は 南部の大半で勝利することができていた。ホイック党は民主党を破りたいという願望、連邦主義の感情、範囲民の姿勢及びのオーナッシングが奴隷制度問題では中立であったことでアメリカン党を支持した。1855年、アメリカン党は民主党支配に挑戦した。アラバマ州では善戦したが、結局選挙では破れ、その後間もなく、 ノーナッシングのアメリカン島は解散した。ルイジアナ州とメリーランド州では、ノーナッシングがカトリック教徒も受け入れた。しかし、歴史家のマイケル・カイ・ホルトは、ノーナッシングは北部で広がったのと同じ理由で南部でも当初は成長した。すなわち外国人排斥主義、反カトリック教会及び鈍感な政治家に対する反感であり、保守的な連邦主義が理由ではなかった。 と論じている。元テネシー州知事のウィリアム・ B ・キャンベルが1855年1月に、私は彼らの原理に賛成する感情が広がっていることに驚いている、すなわち国粹主義と反カトリック教会であり、それがどこでも見られると記しているのを引用した。軍単位でミラード・フィルモアに投票された比率を示す1855年が終わるとノーナッシングは、 急速に衰退した。1856年、アメリカ合衆国大統領選挙では、奴隷制度の問題で分裂した。主流派は、大統領候補に、ミラード・フィルモア、副大統領候補に、アンドリュー・ジャクソン・ドネルソンという組み合わせを支持した。元大統領のフィルモアは、元ホイッ党員であり、ドネルソンは、民主党のアンドリュー・ジャクソン大統領のおいだったので、二大政党に、 忠実なものにも訴える力があると考えられた。一般選挙では投票総数の23%を獲得したが、制した州はメリーランド州一州のみであり、選挙人は8人に止まった。この選挙では民主党のジェームズ・ブキャナンが当選した。1857年にドレッド・スコット対サンフォード事件の最高裁判所判決が出ると、アメリカン党の 反奴隷制度党員は共和党に合流した。奴隷制度擁護派はいくつかの南部州の地方や州のレベルでは強さを保ったが、1860年アメリカ合衆国大統領選挙の時にはもはや全国レベルの政治力を持っていなかった。党に残っていた者たちはこの時立憲統一党を支持した。アメリカン党の綱領は次のようなものだった。2002年の映画。 ギャング・オブ・ニューヨークでは、ノー・ナッシングの実在指導者、ウィリアム・プールをモデルにしたウィリアム・ビル・ザ・ブッチャー、カッティングがアメリカン党を率いている。ノア・ゴードンが表した歴史小説、シャーマンでは、ノー・ナッシングが重要な役割を演じている。ノー・ナッシングという言葉は党そのものよりも記憶されている。ノー・ナッシング運動の外国人排斥という考え方は、 1920年代のクークラックス、クランや1890年代のアメリカ保護協会のような政治的な動きで復活した。19世紀後半の1890年、民主党はウィスコンシン州でのベネット法に関する運動をした。時にドイツ系アメリカ人からの票を確保するために共和党のことをノーナッシングと呼ぶことになった。類似した。 文化戦争は1892年のイリノイ州で民主党のジョン・ピーター・アルトゲルドが共和党を次のように非難した時にも起こった。外国人、治安処方を成立させた、精神、ノーナッシングを活動させた、精神、外国生まれの市民について苦情を言い、その権利を制限しようとした精神は、党の中にあまりにも深く根付いている。 貴族的で何も知らないの原理はその仕組みの中に長く流れているので、その骨から毒を振り出すために一回のトンボ返り以上のものを要求することになるだろう。ノーナッシングという言葉は挑発的な言葉となってきており、敵が外国人排斥主義で無知であることを暗示している。1968年の大統領選挙でアメリカのクリスト候補のジョージ・ウォーレスは、 ネオノーナッシングの旗の下にいると、雑誌、タイムから言われた。編集者、ファリードザカリアは、アメリカ人が外国人を恐れるよう奨励した、政治家は、ノーナッシングに現代への生まれ変わりになっていると、語っていた。保守派、ウィリアム・クリストルによる、雑誌、ウィークリー・スタンダード2006年の論説では、ポピュリストの共和党員を、共和党を反移民のノーナッシング党に変えていると、 避難した。ニューヨークタイムズ2007年5月20日号の主論説は、この時提案されていた移民法案に関して、今の世代でのノーナッシングと述べていた。同じく、ニューヨークタイムズの2010年8月27日号では、ティモシー・イーガンが書いた、ノーナッシングの国を作ると題する論説で、バラク・オバマ大統領は、米国生まれではなく、大統領になる資格はないとするバーサー運動を、 検討していた。ありがとうございます。